こんにちは、さなきちです。今日は自宅で美味しいラーメンを作ります。それではお料理スタート。ポイントは国産小麦使用の生麺と化学調味料不使用のスープを使います。そこに野菜をたっぷり入れます。今回使ったのは生活クラブの醤油ラーメンです。でもこういうラーメンは自然食品店でも売っているので探してみてください。ちなみに生活クラブとは体に優しくてめっちゃ美味しい生協です。特徴は添加物や化学調味料を徹底的に排除しています。私はずっともう15年以上ですね、生活クラブで食の調達を一本化していて、アトピーの悪化を防いでいます。例えばこのラーメンなんかだと、パッケージのところに国産小麦 100% の麺っていう風に書いてありますし、裏面を見ると、国産小麦を原料とし1種類の乾水をうんぬんかんぬんってちょっとうんちくが書いてあって、でスープは化学調味料を一切使用せず丸大豆醤油鶏ガラスープをベースにしたあっさりチキンスープですっていう風に書いてあります。でその下の原材料名のところを見ると、まあいろいろ書いてあるんですけれども、市販品に必ず書いてある化学調味料の表記のアミノ酸っていうのは一切書いてありません。でここに書いてある食材一つ一つも生活クラブの方でもう徹底的にこうなんていうのかな、目を光らせて悪いものが入らないようにっていうそういう規制をしているので、だから本当に安心して食べれるんですよね。そこが私すごくいいなっていうふうに思っています。なのでアトピーさんとかアレルギーのひどい人とかそういう人にはおすすめです。やっぱりね、食べるもので体って作られていると思うので、何を食べるかってねすごい重要じゃないかなというふうに思います。で気になるのはお高いんでしょうっていうふうにね多分思うと思うんですけれども、自然食品店で買うよりかは全然安いです。ちなみにこのラーメンだと2食入りで220円、生麺タイプね220円、多分生麺タイプ自然食品店に行くと300円台後半から400円ぐらいじゃないかなと思うので、その辺もねお得かなというふうに思います。ちなみに私がどうやって食生活を変えていったかというのは動画の詳細欄にリンクを貼りましたので、興味のある方はそちらからご覧ください。でこれが今回の材料です。でさっき紹介したラーメンで裏を見ると、アミノ酸の表記はありません。で肉厚わかめ、手作りチャーシュー、皮むき入りごま、海苔にキャベツです。まずはわかめを戻します。ボウルに入れて、ハサミがないハサミがないで、家族に持ってきてもらってチョキチョキっていう感じですね。で水を入れて戻します。で次はキャベツを切ります。もうざっくりとね、ザクザクザクっていう感じで大雑把に切ります。それをザルに入れておきます。でキャベツは冷蔵庫にしまうと。でわかめが戻ったので、チャーシューを切る前にね先にわかめを切っておきます。でチャーシュー、これは生活クラブの平田牧場の豚バラ肉で作りました。すごい簡単、茹でて、醤油につけるだけですね。でこれを、だいたい5ミリぐらいに切ります。味っこは
ちょっともう切りにくいので細かく刻みます。で醤油ラーメンを開けて、今回これは冷凍して保存しておいたので、スープが凍ってるので、丼を温めがてらスープも温めます。でお湯は電気ケトルでスープ用に沸かしておくのと、コンロで麺を茹でるように沸かしておきます。でそのコンロのお湯で、キャベツをさっと湯がきます。もうほんとちょっとだけしんなりするぐらいで大丈夫です。でそのお湯をそのまま使って麺を茹でます。あ、そうだ、海苔を切るのを忘れてたと思い出して、慌てて海苔を切っています。で麺を茹でる時間は1分半。で冷凍していたので、麺が固まってるからよくほぐします。じゃないとすごいダマになった麺を食べるっていうね、悲しいことになってしまうのでよくほぐします。で冷凍してなかったらこんなにほぐす時間は必要ないです。で麺を茹でている間にスープの準備をします。もうこの辺りからもう時間との勝負なので結構焦ってます。もう私は熱々のラーメンが好きなんで、いかに冷めないように美味しいラーメンを食べるかっていうのに情熱をかけています。で丼にスープを開けて、そこに電気ケトルで沸かしておいた熱湯を入れます。でその丼に麺を入れます。もう私は湯切りしないで入れちゃいます。もうここからほんと急げーっていう感じで、わかめを入れて、キャベツも入れて、でチャーシューを入れます。で海苔をどの辺だっけって、もういいやって感じで海苔を乗せて、ここに白ごまですね。はい、慌ててます。で、はい、出来上がりっていう感じですね。今回調理の時間は15分くらいでした。本当に簡単にできるので、ぜひ皆さんもやってみてください。でチャーシューがね、やっぱりね、ラーメンも美味しいんだけど、チャーシューもすごい美味しくて大満足のお昼ご飯でした。今回は以上です。もし動画が参考になったらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。であとツイッターでこういった情報も発信しているので、もしよかったらそちらもフォローよろしくお願いします。最後まで見てくださってありがとうございました。さなきちでした。バイバーイ。